さあ、AI 対戦会第12回は、錬金術師の館です。はい、参加メンバーは、ナマズ会長、ドラタカ、コントレール、ハイジとなっております。よろしくお願いします。さあ、錬金術師の館には、無属性の土地しかないんですよね。これをどう AI がうまく地形変化してくれるかというところですね。あとは城が2個あって2つのエリアがあるという感じですね。そう、前回ドレンマジックがね、やたら強かったからね、ちょっとバリアを入れてみました。アンチマだと割られてしまうけど、バリアなら大丈夫だろうという感じです。そして、ラマうまくいかないな。ラマで高額値を避けようと思ったんだけど、そうはいかないね。よし。一番手が良かったね。一番手なのが良かったね。これ6をお互い出して、踏みたくないから、ナマズ会長は避けたから、まず置けなかった。土地が少ないっていうのも、かなりポイントなんですよね。置けると最高ですよね。こう、ワールウィンが青いとなんかかっこいいね。すごい。普通、黄色いイメージなんだけど。手番によって、キャラクターのカラーが変わりますね。早速、上げか。地形変化か。おー、ちゃんと地形変化してくれる。いいね。これかなり硬くなったんじゃないでしょうか。よし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 。よし、これで落とせないでしょ。落とせないけど、削りに来たって感じか。めんどくさいな。さあ、キュバスリングを使うかどうか。お互い使わない。まあね、風ブックだから風の土地は欲しいっていうことで、削っとけば誰かのマジックボルトとかで落ちるかもしれないからね。66と出たのはすごい運が悪いね。両方とも特殊地形で、ああ。いつも事故っているドラタカは今回は、土地、配置制限のないやつばっかりあって、よし、こういうのも来るからね。ラストとかも来るから、もうめんどくさいんだよな。最初の。でも1個しかなくない？先マスリングが割れただけ。意味あるんかい。いいとこ置けたね、ウィル・ボイスパ。これは、なかなか、お互い、止まないよ。で、どんどん置いて、フィーストで稼いで、上げて勝つっていう作戦ですね。うわぁ、あ、これは安いからいいね。10G だったら、あ、違う、むしろ 0G か。10G か。もしかして倒すかもしれないという可能性を考えると、なかなかいい攻めではないですか、これは。可能性あるよ、あるよ。いいね。削っただけでもまあいいかな。十分だ。レベルが上げづらくなるでしょう、これで。途中でも取らないとフィーストが打てないんだよな。敵、全員に利するからね、フィースト。おっと、あ、これは逆に嬉しいんじゃないかな。誰もいない。上の土地行ったから土地が取り放題っていう感じになるんですよね。で、上にも城があるんで、おっと、二人で行った。2対2という感じかな。上にも城があるんでね。あれ、お、これはクリーチャー引くでしょう。そうだよね。じゃないもんね。バロメッツでガンガン稼ぐ作戦ですね。さあ、これはガンガン土地を置いていきたい。よし、いいぞ。二人がいない間にガンガン置いて、でもバルタンだと守りが心もとない。さっき、ナマズ会長もようやく、置けるか。ああ、置けるケンタウロスを捨ててしまうのはもったいないが。一周してまだ置けないっていう、特殊地形しか止まらないっていうのがかなりきつい、これは。でもまあ、これから2周目に置き放題になるでしょう。いやー、こっちは、うわー、いやらしいなー、カオスマジック。うめえ。ゴールしたナマズ会長だけはお得だったけど、そう。しかも、ワープしたドラタカだけ、影響なし。ゴール直前で戻されるのが結構きつい。これないな。で、金がない状態でこれぐるぐるもう一回回らないといけないっていうのがきつい。フィースト打つ可能性もあるぞ、これ。これでフィースト打ってくればお金がきつかったけど、一周できなかったのはすげえ悔やまれるな、これ。悔しいな。ケツアルを削る。さあ、クソ、あ、ようやく一体置けた。辛いね。しかも風1のやつばっかり残っちゃってるから、
なかなか、いやー、まさかカオスパニックがこんな面でもカオスパニックが効くとは。一人でめっちゃ土地置いてるなぁ。これフィーストやると、どなたかが得してしまう。しかし、打つかどうか、お、いいね、いいね。そう、こんな時のためにバリアしといたんだよ。そうだよな、打つよな。まず会長がめっちゃ持ってる。土地置けてないから。削る、ああ、削れないのか。いやー、せっかく20削っておいてやったのに、削れるクリーチャー、叩けるクリーチャーがなかった感じ。ああ、バリア効果なくなった。マナ、マナ、序盤にマナ打つともったいないな。さあ、どっか立ち向けてほしいが、レベル上げるんじゃないか？いいよいいよ。まあまあいいでしょう。ホーリーワード6でも良かったけどね。さあ、生塚一応はいいんだが。おお、これ、地形変化できれば、クリーチャーが置けるようになるから。わあ、これは、恵みの台数3だったね。砦に止まらないと地形変化、一周しない限りは地形変化できなかったから、結構きつかったと思うね。おーっと、帰ってきた。配置だけして帰ってきた。カオスパニックのお邪魔だけして帰ってきやがった。もう一回撃たれたりしたら、すげえきつい。うわ、置ける。バロメッツ置けるのはでかいね、これ。ほとんど埋まっちゃうからね、1、2周で。そうだ、フィースト打つよね。何体置いてる？僕3体置いてるかな？でもドラタカが一番儲かっちゃうんじゃないこれ。まずいね。アイジ150、ドラタカ200、コントレール100。おお、置けた。これはでかい。いやー、そいつじゃないでしょ。頼むよ。カウンター残して見る目置きでしょ、ここは。していきたい。お、置けるのは嬉しいね、これは。インフルエンス使うかどうか。またカオスパニック。うひゃー、きつい。きつい。ゴールしようというところで、自分ばっかり。効くなー。序盤からカオパが効く。また、もう半周回らないといけないという。わー、ライフフォースは強い。このカオスパニックかで、ただで置けるから。しかも、ウィッチ。ナマズ会長になぜ撃つ。ナマズさんが得するだけじゃないですか。どうす。自分に撃てばいいのに。スペルが使えなくなるっていうのと、いやー、殴り行けよ。あー、一周してる。倒せるんじゃないかな。ただで置けるんだから、これ、お得じゃないですか。しかも、生贄なしで OK だ。ガセアス持ってるから倒しに行けないのか。よしよしよし。悪さするからそういうことになるね。脱力。使用魔力は 20% 増える。地形変化しそう。いやー、ガセアス持ってるから殴りに行けなかったね。さあ、まだ。あ、これで周回、もう半周しなかった。といけなかったんだけど、ワープしたおかげで周回できると。これどっか上げられるときついな。結構金稼いでしょう。さてと、あー、そこだ。落ちないけど隣にプレッシャーかけてるやつが横たわってるからね。横移動で倒せるかもしれない。さあ、ハイジがまだ一周できないが、バリアで避けると、まあ、フィーストでちょっと事なきを得たからいいんだけど、バルダン横移動とか してくんねえかな。あ、置ける。いいよ。この狭い土地にいっぱい置けるのはすごく素晴らしい。これレベル上げるかな？上げたね。さあ、特にまだ大きな進展、争いはないが、コンジャラステル。また移動、好きだな。またカオスパニック出たら、またゴールできなくなっちゃう。きついわ。やった、ナイスバリア。よしよしよし。これドラタカじゃないか。そうだよね。よしよし。やっぱバリア強いわ。153も奪った。でかいな。さあ、そろそろゴールしてくれ。もう一回フィースト打つか。ナイス。配置したから 200G ぐらいもらえるんじゃない？どうだ。配置250。よしよしよし。ああ、やっとゴールだ。きつい。レベル上げか地形変化か配置か。
ミルメコレベル上げでもいいと思うんだよな。うまくいけば。さあ。ウィンドハムルよりも盾の方がいらないでしょ、今。うわぁ、特殊地形ばっかりで。ガルーダ、活躍するんか、ここ。その前にガルーダの風にがないから出せないんじゃないかな。またカオスパニックとかやめろよ。タリスモンも強いな。しかし。いや、受けるね。シーボンズ置いちゃったよ。これが落ちないんだよな。エイト。戦争。配置できるか、攻撃か。待っただけか。アリエルの5歩を10得る。これは羨ましいね。何、減らない資産。風とかだったら最高。森だった。森は誰もレベル上げなそう。じゃ忍者。いいよ、ガンガン受けてる。すごい。これでラマ上げて、フィーストが役に立ってるね、これは。土地、安いからガンガン受けるんじゃないかなっていう見込みのもとに。さあ、これは殴って倒したいが、倒せる奴がいるか。いない。いない。素で40の奴がいれば、なんとかなったのに。おっと、白前フェアリーライト出てしまった。ここでは効かない。おっとフェアリーライトが消えない。1というダイスを出した。1回はフェアリーライトの効果がもらえるという感じですね。また移動してきた。ウィッチがちょっといやらしいな。ウィッチの効果何だったかな。 100G ぐらい奪うんじゃなかったかな。うわー、はまってしまった。行くでしょう、そりゃ。しかもこれ攻撃失敗するとかなり吸われるからな。いやー、ウィル・オービスも強すぎだわ。守るよね。しかも、グース使わせない。いや、結構頑張ったよ、これは。あー、それで。HP 吸いに来たのか。なるほど。いやー、削る。ちょっとしか削れなかった。あれ、ウィル・オービスプ生き残るとお金もらえるんじゃなかったっけ。それ、アイテム使えないときだけだ。使わないときだけだったっけな。ガルーダさすがに使えず捨てる。これは地形変化するでしょう。これでガルーダ出せるようになったのに、結構強いかもしれないのにな。捨てちゃったね。そう、3体、4体ぐらいいるかな。ちょっとミスるとでも儲けて、さらに土地を受けた。いやー、水帝国ができちゃうな、北に。グース。どうする？地形変化は先か。クリーチャー能力は先。カオスパニックのおかげでそんなに周回してないんだよね。それがちょっときつい。ボーデス、さすがに置けないな、これ。これ地形変化か横移動か。上げなんだ。大丈夫か、お前。大丈夫か、お前。気にせず上げるみたいな AI パラメータにしたせいでそうなっちゃってるんで。これインフル使うか。インフルは自分か。そうね。ウイルス。戦闘中全員 HP マイナス10じゃなかったっけ？ウイルス。やらしいな。そうすると、デコイが生き残れないって感じか。お、これ強いな。ミスルトもいいね。フェアリーライトからのミスルト。うまい感じだね。踏んだ。さあどうだ。倒せない。まずは地形変化上げではなく安定の地形変化。しかし108。いやー、これはナマズ会長強いのではないかな。北に3連鎖つくとフェアリーライト出た。白前フェアリーライトになっちゃうんですよね。うまい時にタイミングよく引かないとほぼ次のターンからお金がもらえるからね。地下にミスルト台が入ったな。ドラタカに忍者やられないから忍者はレベル上げしたいな。バルメツ、もうバルメツ置ける場所ないだろう。何が起こる？ある人にする。ランダムに一つの属性の5歩を失い。さっきもらったの失い。僕かよ。持ってねえ。さあ、名前使い性がすげえいい感じになっている。しかもまた飽きた土地、これ、北5連鎖あり得るぞ。うわー、イビル、どこに打つかだね、これ。
ああ、さすがに今踏んだところが許せない。あ、ピタ押した。でも横移動で奪えるからね。さあ、これもレベル上げか地形変化か。どうする？ああ、そこ上げてきたか。歩きずれー。これは困ったな。さあ、どれま。バリアが外れちゃったな。でも、ナマズ会長が一番持ってる。ナマズが一番持っている。200人も奪った。やっぱドレマ強えな。で、ここ上げるでしょ。うひゃー。これは横移動じゃないと倒せないが、横移動するような、なんかな。あー、エスケープいいね。エスケープからのボージェスとか置いたら最高だが。どうだ？バルダンなんかよ。ボージェス置けよ。お前。でもバルダン残しておいた方が倒せるかもしれないのに。いや、ミスるとめっちゃ稼いでんな。お、さすがに、いきますね。戦闘デッキですからね。先制で、アムル使って倒すかな？倒せないか。アムルは重々強打か。重々強打。ああ、でもそれじゃ死んじゃし、あ、死なないか。あ、ウイルスがある。怖っ。アイテム使わなければ落ちてたって感じか。そのせいで10減るからね。もう気をつけとかんと間違って死んでしまうっていう感じだね。アイテムは削りに行ったと。さあ、もう土地がなくなったな。まだある。いや、まずいね。これも上4連鎖ぐらいできそうだな。このフォーリーワードハメっていうのもあるからな、気をつけないと。一周してどうするかな。これ上をレベル上げるか、それともバロメッツやるか、ウィルボーウィスプめっちゃ上げるか。こちら能力。まずいね。強いな。120。周回早いな。ゲットし置く場所もうねえな。お、いいよ。これラマ上げでいいでしょう。ラマ上げ。あ、まず地形変化から。落ち着いてるね。確かに、これ、ミルメコ上げの方が強いかもしれないな。次、ミルメコ上げの方がいいかも。トレマが来たりするかもしれないからな。もう殴りに行くでしょう。どうだ。戦闘強ですからね。ケンタ、ケンタ、風アムルで行くか。もう一個まだ守りあったか。ないか。そうですね。重々増えて40強だ。ウイルスの応援がちょっといやらしい。落とした。落としたけど、落としたいのはここじゃなくてね、水の連鎖の方が5連鎖ぐらいになりそうだから。でも、戦闘特化してかなり強いね。風1取った後はかなり強い感じだね。このボンズをまずなんとかしないといけないんですよね、ボンズを。さあ、逆に殴るか。わー、逆に殴り返す。ボジャノイで。トリスマン持ってたのに使わなかった。使えないのか。グラディエーターは武器しか使えないからか。盾で守るでしょ、これ。トリスマンは？ああ、破壊があるんか。トリスマン、相手の効果。破壊、向こうをランプロっていう、めちゃくちゃな効果。強すぎ。ああ、でもランプロはケンタについて、そのケンタが死んだから、ボジャノーにはついてないのか。あー、危ない。強すぎだな。わー、アマゾン嫌だな、アマゾン。来なかった。よかった。よし、ミルメコ上げろ。ミルメコ上げて勝負だ。もっと上げていいよ。700まで上げて。いやー、でもな、あのウィルオフィスに止まってしまうからな。さあ、どうなる。下に来たらもう地獄だぞ。これは殴る。しかし死なないな。待て、ウイルス効果でどうなるんだろう。シーボンズはウイルス効果受けないのか。でも削っておいてくれるだけでだいぶ助かるな。あー、ハーピーも死んでしまうんだ。これ10しかなくなったんでね。次は死にやすいし、死刑効果ないとだいぶシーボンズ死にやすいから、まあいいでしょう。ナイス攻めだと言えるだろう。うわ、まだ強え。からのリザードマン上げかな、これは。アイテム使ったからね。おっ
とせっかくこっちへいたのに移動してしまった、嫌な方向へ来てしまった。こっち高いんだよね、リザードマン上げするよね。さあ南に3人、北に1人という感じになりました。どっちが楽園か。レインボーピス、わあレインボーピス HP40 増えるが捨てた。さらにアイテムを引く、ティアリングハロー、どれを捨てるか。ティアリングハロー入れない、いらない、まあ、フュージョンあればいらないよな。フュージョンあればどこでも大体落ちそうだもんな。横移動、横移動、横移動、そうだよね、そうだよね、行くよね、行くよね。ここで行かないといつ行くんだって感じではある。いっぱいでもなかったはず、あったか。いやー、いやー悔しいな、これは悔しいな、これは悔しいな。向こうかアイテムあったか。くー、自戒しちゃうんだよね、もったいないことに。くそー、どうせね。いいとこ置けたね。これ横移動で倒せるし。さあどなたかどうすら。うわ、どこに打つ、どこに打つ。嫌なとこあるか。あー僕のバルダンね、横移動して行こうと思ったのに、クソ野郎が。あ、しかもしかもそこの土地を取るっていう、なんていうぴったりなんだよクソ野郎。うますぎだろ。ちょっとさあこれさっき邪魔に打ったけど、今度自分に打つか邪魔に打つか。どなたかに打った。スペルを使えないようにする。あったらさっき打ってくれば、一旦前に打ってくれば打てなかったのに。わあ、そこ取られちゃった。いやこれ1、3きつい、4もきつい、全部きつい。いやー全部きついっす。倒せ、いけ、よしよしよし、可能性はあるぞ、可能性はあるぞ。ティラノになれば可能性はある。頑張れ、ティラノになるんだ。使うか、使わない。ティラノ来い、来たー、し、待てよ、これ、G ラット、あ、G ラットだと、変身しても倒せたかなと思ったんだけど、ウイルスのせいで G ラット死ぬな。よしよしよし、取り返した。これはでかい。いいしね。結構死んでるから、結構お金入るんじゃないか。140か。さあ、生遣い所のターンが来た。まず地形変化をするか、横移動か。うまい。取り返した。それが先や。ウイルスが意外と仕事してるんだよな。うわぁ、またカオスパニック来た。しかし撃てない。すべての領地について土地と属性の違うクリーチャー2分の1なの。うっそ、ふざけんなよ。ふざけんなよ。主に僕じゃねえかよ。結構減ってる。シーモンズ死ななかったんか。いや来るか、来るか。うわぁ、来るんだ。確かに、まあ、あれだね。ティラノだったら勝てるけど、待て、フュージョンで負けなのか。確定負けなのか。あ、グース。グース。で、ウイルスの応援。ああ、死にやがった。意味ねえじゃねえかよ、じゃあ。死ぬ前提で来やがった、こいつ。ウィッチ。あ、ブーメランいいね。おー、順位かける 100G の魔力を得る。1位じゃない ?1 位じゃないか。202位か。で、1位になったと。コントレイルが1位。ベル・オブ・カオス。めったに見ないやつ。ここ上げるんじゃねえだろうな。あ、大丈夫か?ウイルス上げて。ウイルスは即死だろ、お前。10しかないんだよ。10、10しか。ゲットし。倒せると思ってんのか、この野郎。あ、ライフフォースで。無料、あ、いや、半額か。いやー、死なねえだろ。その20ぐらいでし、いやー、わかんねえな。ウイルスがあるから死ぬ可能性あるんか。うわー、足強いぞ。倒せたらいいんだけど。倒せないんか、これ。めんどくさいな。まあ、生き残ったし、しかも、報酬払うの、ちょっとうぜえな。しかも、HP 回復してるから、これは嬉しい。
大した通行量じゃねえっていうのかな、問題だよな。まあ、まだ強いね。プラスアイドラも置け場所ないね。序盤に出たら置けたけど。さあ、またバロメッツを使いそうだよな。こいつ、天才なんだよな。バロメッツ使いですね。しかも、死なずにずっと生き残ってるっていうのはずるいよな。120入った。強い。コントレールがこれ、指数関数的に伸びてる感じがするな。上げちゃうでしょ、これ、どっか。守るよ。来てみろよって感じで上げてる。ミルミコを上げてほしいんだけどね。スペルはね、レベル上げるかなこれ。うわ、いいね。うわ、ちょっと HP が低いところを上げてて大丈夫かっていう気はしないでもないが。さあ、あ、強いやつ引いてきたな。これは死にそうだ。死にそうだ。来ない。来ない。さあ、コントロール。いやー、アイテムが強い。アイテムが強い。またどっか上げるぞ。それとも、バロメッツか。移動、あ、まさかウィッチフュージョンが見れるとは。落ちるのそれ。あー、落ちなそう。わー、落としていった。なぜかペトリフ使わず。扱っても無理なのか。ウィッチフュージョン75点出るんだ。強ー。だから、ペトリフストーンで80になっても、ウイルスのせいで、HP が10減って70になるから、使っても無駄だった。使わせてさらに落ちたら最高だったね。ゲットして捨てるんか。この方がいい。さあ、これミルメコ上げでしょ。頼みますよ。これはさすがに落ちないでしょ。さあ、コントレール対ハイジの争いになってるような気もする。どうする？連鎖崩しに行く。あ、違う。連鎖崩しに行ったのに、地形効果が合ってるっていう。バカじゃねえか。お前何、アシストしてんだよ。どっちかっていうと、ミルウォウィスプの方に打てよ。なぜウイルスを上げる？大丈夫だか、そいつは。上に行くとやばいな。いや、ウィッチフュージョンとは思わんかったな。強かったな。しかもハマってしまった。これは倒せず。地形変化して、するが別に連鎖にはならず。いやー、強い。コントレールスよし。ドレマ。ドレマを引くんだ。ドレマを引くんだ。しかもアイテムが強い。アイテムが強い。グレアイが持ってるから。また踏みそう。倒せ。タリスマン捨てちゃうんだ。ああ、逃げた。逃げたけど、こっちはこっちで地獄だっていうね。さあ、ああ、いいよ。ヌエプラスウイルス。倒せ、倒せ。まずいな。こっちはこっちで4連鎖作ってる。あと、ミルメコ踏んでもらうしかない。いやきつい。わあ、強いアイテム来た。強いアイテム来たが、持ってるものが強い。また移動で逃げる。羨ましい。いや、バロメッツが仕事してて強えな。コントレール2010持ってる。しかも、ウィッチフュージョンが効くとは。これは地形変化するか。上げる！もう無理だ。下回れねえ。もうずっと上にいよう。連鎖してないだけまだマシ。ナイスバリア。ウースいらんか。いらんな。どっかできれば倒したいもんな。どっちかというと。いや、周りずれえな。ウイルスなら倒せるんじゃない？クソダイスが出たんで逆回りしてるよ。クソボーデス、オッケー、ボーデス。ホワイトダーガーも強いけど捨てちゃう。順位かける20なんで最大80出る。あー、下行っちゃった。下行くとコントレールの罠にはまるぞ。これまたカオスパニック打つでしょ。これいやらしいな。やめろよ。うめえな。しかも演奏園行ってからのカオスパニック。しかし、ナマズ会場には効果ないだろう。ナマズ会場には効果ないだろう。ハイジにも効果ないだろう。あ、コントレールに刺さってる。うまい。しかも、いやらしいとこにいて、これ横移動とかしてくんなよ。地形変化。未然にする。風にしてもいい感じがするけどね。風じゃない。火にしてもいい気がする。ああ。効果ないと。うわあ、下行っちゃったよ。行きたくねえのに下行っちゃったよ。これどうすんだろうな、これ。
ってと、そろそろ踏み合いが始まりますが、踏み合いの時間です。わー、忍者先生だから死なないかと思うと、隣もやってくるでしょこれ。めんどくさいなー。50か、どうで早く置けばいいのに。あー、守りきれないな、あれがあるから。ウイルスのせいで絶対守りきれないんだよな。あっても無理だったね。いやー、ミルミコの方に来なければいいんだけど、来ちゃうとめんどくさいな。シーボンズあげるかな、これ。地形変化は先。水で2連鎖。北もやばくなってきたな、これ。とりあえず北には一個もクリーチャーないんで相当辛いぞ、これは。行く、倒せないでしょ。あ、倒、あー、グレアイ、グレームリンアームリで倒せる。さすが、ウイルスは弱かった。ウイルスは弱かった。使わずに倒した。しかも魔力盗み。これは踏んだり蹴ったり。いやー、強いなー。強いぞ。風の土地を取りやがった。しかも。これは強いな、追いつかんな。お、倒せ。てこいでいけ。おーっと、サンクタムガードいいぞ。アイテム持ってそうだったけど。水の護符をもらう。守るんだ。まあいいよ。これでアイテム使わせたから、まあいいでしょう。まだ、でもグレムリンアムルまだ持ってんだよな。今使わんかったからな。クソ、倒せねえ。いやー、踏みそうだな、これ。さあ、何か、マナか。いやー、ベルオブカオスなかなか使えないね。使える隙間がない。さあ、こっちはかなり強い攻撃寄りのアイテムを持って攻める気満々だが、倒しそうだな。レベル上げが先か。地形変化が先。安定だな。ポンズとか上げられると、上も困ったちゃんになってきましたな、これは。またタリスマン引き当たった。タリスマン無効化。これも倒すんじゃないか。いやー、強い。連続で落としていく。タリスマンとグレムリンアイ。強すぎ。アワーグラスを使うのを読んだかのようなグレムリンアムル使い。うめえな。でもこれで守りアイテム1個消えたと思えば。いや、でもタリスマンは全てを無効化なんで、ちょっと無理なんだよな。1、2、3が出るときつい。1、2、3はきついが。いやー、でも攻めに行ってほしい。よし、行け。どうする？これタリスマンで守るでしょう。タリスマンは無効化。使うねー、使うねー。うわー、しかも割られちゃったよ。無効化破壊、さらにランプロ強すぎ。いやー、でもこれで守りアイテムなくなったから落ちる可能性はあるっちゃう。あ、ウイルスもいなくなったからな、より落ちなくなったな。さあ、倒せるところ、フュージョン。いや、ランプロがついちゃったよ。ちょっと待てよっていう感じだな。これはきついぞ。きついぞ。踏みそうだな。1、2、3、4、5。出そう。出そう。出るよね。こっちかい。来んなよ。そこを倒してる場合ではないでしょ？あなた。しかも、ヌエが来たら、侵略側の攻撃マイナス。それは守るわな。ね、配置されたら侵略側の ST マイナス10になっちゃうから、よりコントレールの血が落ちなくなる。これで全員の守りアイテムがなくなったんじゃないか。ほう、裸だけど攻撃アイテムあるのはドラタカだけなんで、ドラタカが落とし放題、落とし放題だが、ドラタカ風の土地が嫌いなんだよね。だから落としに行かない可能性もある。どうだろう、どうだろう。これを落としていくか。あ、さすがに行く。
中だけ今武器を持って他の人はアイテムがほぼゼロ。さっきタリスマン使ったからね。さあどうなるかな。そうすると面白くなってまいりました。面白くなってまいりました。フェアリーライト、ここではスカイルが使わない、落とせない。このシーボンで開けられるとまたきついんだよね。ナイスバリア。うわあ、めっちゃったか。地形変化かなこれは。それともそのままレベル上げ。連鎖してないんだよね。さあ圧倒的1位のコントレールを3人が追いかけて、全員でアイテム剥がしてようやく落とせるかもというところに来ている。ダンピールは地位を落とせるんでバロメッツを落としてほしいんだよな。これレベル上げちゃうでしょ。いやー、このシーボンズ来ちゃったね。だいぶ削ってたはずなんだが、もう HP 回復してるよね。10ぐらいまで削れてたはずなのに。まだ強い、まだ強えな。ちょっと待てよ。でもクリーチャーが今ブラスしかいないから、落ちるはまるときついんじゃないか。ちょっと削りに行ってお金を稼ぎに行く。ウィドウィスプを持ってたね。これ別に死んでもいいんですけど、こっちの土地は40ジーブアウト。さあこれはどうでもいいんだが、下か上か。僕も上に行っちゃったんだっけ。いやー、これドレマ引け、ドレマ。フィーストじゃない、まずバリアっていうのもまあ悪くない。ドレマ誰か引けよな。ドレマ、あそこの何千人を吸うんだ。よし、いいぞ、いいぞ。これでどっかレベル上げ、よし上げろ。よし、うわー、それだけか。もっと金あるだろう。めっちゃ上げて、あ、ないか。めっちゃ上げてもいいんだけどな。来んなよ、来んなよ。来る。いやー、倒せないでしょ。さすがにスプライトごときには落とせないでしょう。20だろ。ウイルスもないから。まあまあ、まあ死なないよね。よしよしよし。よしよしよし。あーちゃ。よくやった。通行料もらわないと話にならないんだな。次、フィースト打ちそうだけど、打つとコントレールも得するんだよな。わー、アイテム充実し、わー、武器捨てちゃうか、もったいないな。アイテム充実してるのはドラテカだけなんでね。これってスペルを引きに行くか、アイテム引きに行くか。スペルを引きに行った。リリーフいいね。クレアイを捨てる。レベル上げちゃうでしょ。うわー、まずいぞ。これはちょっとコントロール隊が踏んだら、わー、ブラックアウトすごい。これはドラテカに打つかな。ナマズに打った。ナマズに打った。でも土地は下の土地、ああ北の土地がナマズなのか。これはどっかまで上げる。どうする。いやー、そこ上げられたらきつい。うひゃー、しかし連鎖してないんだね。連鎖してないからそこまで価値はないという。フィーストさすがに打たない。アイドン来た、いいよ。あー、サンクタムガード唯一の攻撃クリーチャーだと思ったんだけどね。さあケンタが来た。さあこれもまたアイテムを引きに行くかスペルを引きに行くか。いやー、地形変化か。いやー、どう考えてもあの1280どっちか踏むでしょう。そうするとコントロールの勝ちになる。わー、攻撃アイテム捨てるなよな。もう守る。うわー、リリーフがうめえ。どこと？そこと？そこ。うまいね。そうするとシーボンズは死ぬけど、っていう感じか。どっちがいいかっていう話だね。いや、ここでまたレベル上げ。いや、まんべんなく上げて、コントレールを落とそうとするが、その前に生塚一が1280踏みそうな気がする。ラスト来た。これはドラタカでしょう。ナマズ会長なんだ。
どなたかでしょう。どなたかの方がアイテム豊富だったでしょう。サキュバスウィンドシールドを消した。で、そこは落とせるという仕組み。どなたかの方がアイテム豊富だった気がするよ。結構強そうなんだけどな。デコいける。デコいける。よしよしよし。どうだ？デコいて落ちるのか？これ。アイテム持ってたか、もうなかった気がするんだよ、コントロール。ないね、ないね。ナイスデコい。よくやった。これはよくやった。なかなかデコいでは倒せるやついないでと思うからね。いいよいいよ、連鎖削った。さあ、しかしここで1,2,3,4,5,7が出ると終わり。さあ、自分の、ああ、邪魔しに行った。自分のを上げるのではなくて、ドラタカ落とす。でも、ドラタカリリーフ持ってからね。あんま関係ない。5,7が出たら終わる。来たーですよねー。いやー、きつい。いやー、ウィッチフュージョンが強かったなー。まさか、強打。巻物強打持ってるとはね、ウィッチ。まあ確かに魔法使いだからわかるんだけど。いやー、ここまで育ててきたのに、ほぼ全売り。これで上が歩きやすくなって、コントレールが有利と。さらにフェアリーライト。フェアリーライトは自分か。ドラタカか。たかも武器捨てちゃってからな。クレイモアとオーディンダンス持ってたんだけど捨てちゃったんだよな。地形変化する、移動する。なるほど、これでウェザリング打たれても大丈夫という感じ。ああ、またアイテム引いてきやがった。落ちないね、落ちないけど削りに行く感じ。若干削れる。ほぼ意味あるんかっていう感じですが、さてと。さあ、ドラタカの土地にコントレールが踏めばって感じだけど、もう1280払ってるからほぼ意味ないな。ここはドレマでしょう。ドレマ、こねえな。ドレマ入れてたか。フィースト、土地が少なくなったところでフィースト。自分がレベル上げられればいいんだけど。さあ、なんかいいこと、これある人のスペルかアイテムカード1枚失い、よし、コントレールだ。よーし、コントレール。さっきなんか引いてたぞ。ガセアス引いた。なくなった。ガセアスがなくなった。さ、落とせ。落とせ。53時だから、今踏んだら落ちたんじゃないかな。そこ落としてる場合じゃないんだよ。カタパルトは、グリフォンカタパルトで、ウィッチが落ちてたはずなんだけど。いやー。落ちてもいいと。お互い、なんか読み通りみたいな。落ちてもいいよ。グリフォンカタパルトでウィッチが落ちるんで、まだチャンスはあるか。さあ、どなたかもレベルを上げる。おっと、デコイじゃねえか、これは。ちょっとちょっといやらしいマジボだな、お前。さあ、そっちへ行ってしまうときついぞ。武器持ってねえからな。ああ、これで4連鎖。どうせなら上レベル上げたかったけど、っていう感じだね、ドラテカは。コントロールアイテムがない。丸裸。ああ、しかも、安泰の下に行ってしまった。でも下には、レベルが上げられない。ドレマ引け、ドレマだ。マナじゃない。今はマナじゃない。ドレマだ。しかも落ちない。ドラテカの年落ちねえんだよね。もう下行った。悪くはないな。悪くはないな。誰かドレマ引け。うわぁ、いいよ。アイテムをめっちゃ引いてるのはいい。落ちる。ウィッチなら落とせる可能性がある。うわぁ、苦しいね。苦しいね。ここでもレベル上げられる。レベル上げるけど、もう北には誰もいないから上げてもしょうがないっていうね。今僕のミルメコ踏んだから逆回りにしたんだね。うわあ、またグレアイ引きやがった。強いなあ、アイテムの引きが。今度は北を、ここを上げる。うっわあ、ダメでしょ。ダメでしょ。
色が違うけど土地が合ってるのが3つで1280が3つ。さっき倒しておければな。よし、踏ませろ、踏ませればチャンスある。クレムリンアムル引いちゃったか。それだとちょっとどうにもならないんだよな。一回削らないと。それ誰だ、どなたかか。じゃあやってもしょうがない、お互いやってもしょうがない的な。いやー、無駄なアイテムの使い合いしてるな。1位を止めないといけないのに。気持ちはわかるが、あのグレムリンアムルをなんとかしないと話にならないで。それよりも、フェアリーライトが効いてるな。おお、超えるね。まだか、まだいいね。さて、いいとこでコントロール、アイテムを引いてきそう。またぶら下げてる。クリーチャー自身は弱いんだよな。これは、ウィッチを使うか、レベル上げか。レベル上げできないから。クリーチャー能力、ドラタカに、いくらだこれ。60字奪った。やった、来たが、ちょっと遅い。もっと3000ぐらい持ってる時に来てほしかった。まあ、1000増資した後でしょう。どうだ ?342。まあまあ奪った。いやー、上の方が安心っちゃ、安泰っちゃ安泰なんだが、レベル上げしない。生使い上これ超えられないでしょう。絶対踏む。耐えた。おい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 。僕を倒しに来るなよ。カタパルト使うかな。使わないよ、お互い。倒せないと分かってるからか。だったらもうちょっとレベル上げとけば可能性あったか。いや、ないな。1600まで来たから、レベルが上げるところ、おっと、このリリーフなかなかうまいなと思ったんだが、さあマナからどうするか。結構フェアリーライトが結構稼いでたね。いやー、あそこ落とされるときついんすよ、きついんすよ。来ない来ない、カウンター持ってるからかな。うわー、天ハメとかあるぞこれ。天ハメやっぱり来ちゃったよ。1234567890。 うわー、強い。しかもそこを連鎖で置く。いやー、天ハメ避けられるか。ホープいいよ。ホープでなんかすげえ引いて、どっかコントレールの土地を攻めに行って、ライトクラフトで、あー、ライトクラフト、いやー、アンバーモスの方が可能性あるのにな。ライトクラフトで、全員の手札をリンカネーションで回して、そうすると、アイテムがなくなるっていうところが見たいんだが、さあ、いやー、無理だな。これ超えられるか。1、2、4が地獄。来たー、無理。いやー、クレムリンアムルさえなければいけたのになー。しかもこっちも天ハメ。いやー、強すぎ強すぎ、落ちない、攻めにいかない。これも全無理か。いやー、強かった。圧倒的にコントロールのが強かった。今でもユルボウィスプだったらイエティでワンチャンあったのか。イエティグレムリンアームルとかでいけたい。あと3歩。圧倒的強さ。優勝。全く隙がなかった。おめでとうございます。防御クリばっかだったのに序盤に置けたっていうのがうまいのと、ウィッチフュージョンの巻物強打が強かったね。888やって、パチ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 、本当に。いやー、最後、天ハメまで決めちゃって、すごい強かったな。カオスパニックでうまく周回を邪魔したのは、ドラタカ良かったんだけどね。
新役が全然決まっていないという感じでしたね。圧倒的強さでした。次回は、風手がです。よろしくお願いします。